また続いていきます。バックストレッチ、大島が前に上がって島津を抑え込みました。島津は下がって3番手、その外に2番の中山も上がってくる。残り600の鐘、3番の大島ペースを落として2番の中山が前を叩く。入れ替わりが激しくなっています。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。2番の中山前を叩いて先行、2番手は5番の佐藤、3番手に4番の武藤が入っています。この後ろに下がった6番の染野、その後ろは8番の小林、後方から9番島津のまくり。バックストレッチ、島津のまくりが4番手から3番手、2番手に接近してくる5番の佐藤がこれをブロック、内を救った4番の武藤。4コーナーから直線、4番の武藤が抜け出してきた。2番手5番の佐藤が懸命に追うが、4番の武藤がゴールイン。2着5番の佐藤です。